エイトの追尾機能を検証します。まずモード押し、車間を決めます。で、上限のスピードをセットすると、そのスピードまでだったら車ついていってくれます。前のパジェロをついていってます。あ、ま、パジェロ回りました。パジェロ回った。今この先一般道、速度取り締まりにご注意ください。あ、次の車を検知しているので、そこに追いつこうとしてます。前のモニターに次の車が映ってると、そいつを追いかけます。あ、追いつきました。70キロに設定しているので、その範囲だと追いかけます。あ、前のブレーキ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 。ちなみに前の車ブレーキランプ切れてる。じゃあこのビデオは次の信号で止まるまで、アクセルワーク何もしないけど止まるところをでやめましょう。いない。あ、車いなくなったけど、これどこ探すの次。え、車見えてないけどどうなるの。追尾する車がいなくなりました。速度取り締まりを回避しました。あ、今追尾する車が現れたんで、ターゲット、おー、止まるんでしょうか、止まるでしょうか。止まるまで行かないです。微妙な前のレンタカー、ああ前の信号が赤にあったんで、これで止まってくれるんでしょうか。はい、止まりました。で、前の信号がまた青になったので、前の車が動き始めると、あ、動き始めます。なかなか慣れてきたら使える、街中でも使える追尾機能でした。